ご卒業おめでとうございます。今ね、世の中ではね、卒業シーズンを終えて次も入学に向かうわけなんですけれども、僕も高校を卒業してね、で沖縄の大学に行って、今沖縄の大学2年目を終えて3年生になるんですけれども、その沖縄に行くときね、結構危ねえ、不安でいっぱいだったんですよ。めっちゃ揺れたな。まあなんとかここまでやってこれたんですが、これから沖縄に向かうね、高校生たち、新大学1年生の人たちに少しでもね、助けになるような情報を出していきたいなと思ったので、今からね、基本的には服装とかの話になっちゃうんだけど、適当にまとめたので、短い動画になるかもしれないし、長い動画になるかもしれないから、早口で喋っていくので、お付き合いください。それでは、レッツゴー!この前ね、おにぎりんぐっていうガチャガチャやったんだけど、野沢でした。はい、ということで、こちらの動画、なんとね、1回目うまく喋れず2回目となっているんですけど、早速イケメンお兄さんから伝授していきたいと思います。ということで、春、今からね、沖縄に向かう人たちへの服装なんですけれども、写真があったらこちらに出すんだけど、僕はね、確かパーカーで行ったんですよ。ちょ、髪型キモいな。パーカーで行ったんですよ、パーカーでね。でもギリ大丈夫だった気がする。だからこの季節は薄いパーカーかロンティーか半袖でも全然生きていけると思います。これ参考になる。これ電車来たわ。でこのね、春で新しい生活が始まって友達がいないと思うんですよ。僕もそうだったから、友達を作るためにちょっと頑張って、文化祭とかあるじゃん、だからそういう実行委員に入ってお友達を増やそうっていう作戦で1年の時は頑張ったんですよ。ということでね、少しぐらい頑張って、いや友達必要ねえよって人はそう全然何もしなくていいと思うんだけど、一人ぼっちで大学生活過ごすのっていうのも結構辛い人には辛いと思うので、このね、最初の数ヶ月ちょっとでもね、勇気を出して誰かに話しかけるっていうのを頑張ってみるのもいいと思います。それで仲良くなってから、なんかもう裏の本性を出していくっていうのがいいと思います。ということで、春の次にやってくるのが、僕めっちゃこれが嫌い、梅雨でございます。このね、梅雨とにかくうざいんですよ。本当にこのメモにもとにかくうざいって書いてあるんだけども、湿度が高くてずっとムンムンするのよ。この、ね、湿度を管理するのがすごい大変で、僕の場合は除湿機とかがなかったので、エアコンの除湿機能を使ってずっとその丸一日中、もう1週間とかずっとつけっぱなしの時もあって、でたまに切るとかだったんだけど、だからその除湿機能に特化したただの除湿機とかサーキュレーターとか、意味あるのか分かんないんですけど、その除湿に関する対策が結構必要かなと思います。本棚とか僕の場合は買ったんですよ、木のね。梅雨の時期に入ってその木のね、本棚の裏を見たら、もうこの灰色、この色で全部が灰色になってめっちゃ噛みてた。あと壁とかね、なんか奥の方のなんかよく分かんない壁とか見たら、なんか黒い斑点がバーって出てて、めっちゃ雑巾で拭いたりしたんだけど、とにかくカビるから、なんかその鉄のものだったらカビたりしないのかな、鉄だからカビないっていうのはちょっと言い切れないんですけれども、なんか木だと結構カビるので、そのカビ対策がマジで梅雨は重要になるので、本当に頑張ってください、お願いします。でそのね、うざい夏が終わった後にやってくるのが素晴らしい夏なんですけれども、もうザ・沖縄、沖縄は夏っていうイメージがあると思うんだけど、そこでね、一つね、言っておきたいことがあるんだけど、さ、アロハシャツとかってあるじゃん。沖縄って言ったらなんか南国ってイメージがあって、僕も修学旅行でそのアロハシャツを買ったわけ、友達と一緒に。で、それを沖縄に持ってって、来たんですよ。1回2回ぐらい。でも沖縄の人は全然来ません。ただの観光客だと思われちゃうの、あんなの来たら。でね、実際に1年ぐらい過ごしてくると沖縄で、で観光客だと思われるのがちょっとうざくなってくる時があるわけ。あ、俺もここ1年ぐらいいるしみたいな謎のプライド、これは捨てた方がいいと思うんですけれども、だからその場違いな服装とかもあるので気をつけた方がいいと思います。でもう一つ、イメージと違うものがあって、そのアロハシャツ以外に、その海ってあるじゃん、沖縄の海めっちゃ綺麗じゃん。こっち側からしたらさ、綺麗だからめっちゃ泳ぎたいってなるじゃんね。でも沖縄の人は全然そんな泳がないんですよ。しかもその海といったら男の人は上裸で、女の人はビキニ着るみたいなイメージがあるじゃん、海水浴場でも。そんなん、なんかその本当に観光客の人しか僕は見たことがなくて、地元の人はなんかヨネックスとかそのさ、部活の服を上に着て肌あんま出さないよみたいな感じで泳ぐんですよ。はい、ということでここまで春夏というまで話してきたんですけれども、次にやってくるのが秋冬で、僕が思うに別に根拠はないんですけれども、沖縄の秋
秋冬はの秋の強化版みたいな感じだなって思ってて、ちょっとなんかのめっちゃキノコですね。基本沖縄の秋冬とか11、12、1月っていうのはめっちゃ曇りと雨、本当に全然晴れません。だからお洗濯が全然外で干せません。しかもプラスで風がめっちゃ強いんですよ。だからなんか体感温度めっちゃ寒いので、ここで僕が伝えておきたいポイント、ちゃんと冬の服装は持っていった方がいいと思います。沖縄をねずっと南国だと思っていて、半袖しか必要ないだろうとかね思ってる人もいると思うんだけど、結構本当に寒い時は寒いです。だから僕の友達だとダウンジャケットとか、もうちゃんとめちゃめちゃ冬の服装をしてる人もいるし、パーカーの上になんかもっとあったかいの着たりっていう人もいるし、だからちゃんと服じゃねえ、冬の服装は万全に準備をして持っていった方がいいと思います。あったかいお布団もちゃんと持っていった方がいいと思います。あとは、セミって鳴くじゃん、夏ってね。鳴き始めるのも多分早いと思うんだけど、鳴き終わるのもめっちゃ長いのよ。なんかイメージ的になんか10月11月ぐらいまでずっとセミが鳴いてるイメージがあって、なんでこいつらまだ生きとるんってなるんですよ。多分行ったらわかります。ずっと鳴いてるのあいつら。はい、ということでここまでねイケメンお兄さんが語ってきたわけなんですけれども、まあとりあえず入学式頑張って、たくさんの人に話しかけてみて、お友達作りとか頑張ってみてください。新幹線じゃなくて電車来ました。これは別にね沖縄に限らないんですけど、自分の地元から県外に行く人がね不安でいっぱいだけど、意外となんとか生きていけるので楽しみにしといてください。沖縄は海きれいだし、ほのぼのしてるし、いいところたくさんあるので、あと沖縄にしかないものとか文化とかも楽しいので、方言とかねいろいろあるので楽しみにしといてください。ということでこの動画がね助けになったなと思った人はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。新生活ね暇だなって思った時、僕のチャンネルを見ていただけたら幸いでございます。お、撮りましたということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。